はい、ということで何でしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、実際私プロライセンス取れて、うん、で、まあ、これから、うん、プロの道を歩んでいくと思うんですけど、はい、あの試合がある時に、はい、その後ろで審判の方、うん、ね、必ずみんなやるべき、うん、通る道やと思うんですけど、うん、実際どういったことどういったことしてたりとか、うん、あとは何に注意しないといけないかなっていうのをちょっと今回審査にお伺いしたいなと。なるほどなるほど。まず審判が一番大事なことは、プレイヤーがストレスなくテンション高く楽しくダーツが投げれるかどうかっていうね。だからみんな、あの動画上やったら分かるけど、みんなめっちゃ応援してるから、もういけーっつって、うわーっつって、入れ入れ入れってみんな言ってんの、心の中で。そう、心の中ちゃう、ほんま言ってる言ってる、動画見返してみるから、いけー、うわー、いいねー、フープーって言ってるから、みんなで、カメラが抜かれてるなって思った瞬間こうしてる。大体なんかね、こうテーブルにこう、そうそう、だからプレイヤーでこう見えへんときやれろ、後ろでうわーうわーって言ってるから、でこう取ったらだから一番大事なことはテンション高く保つこと、審判は。へー、終わりです。終わり、終わってもった。これは何、これは、これは自分のテンションが高ければ高いほどチェックつけてる。いや、このラウンドみたいな、1ラウンド目のこの人の場合は100点やったら100 あーちょっとこれちょっと上手ったら80とかって終わり。終わってもった。じゃあ絶対違うじゃないですか。何が聞きたいのだから。だから、まあ、例えばこの、はい、そのジャパンの、はい、ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパンの、はい、あのホームページを見た上で、はい、スコアシートとかも発見しまして、発見しまして確認しまして、取ったやったら分かるけど、テストに出てくるからね、確認、審判とはじゃないけど、まあね、はい、でそれの、はいはい、まあ、スコアシートも実際練習用記入用とかがあるから、うん、それを見たわけですよ、うん、じゃおやと思って、でこれを実際審判の方々が書いてるのかな、はい、これは記入用でございますね、何を書くって見て分かるやんか。分からん。01クリケ3レグ目チョイスってありますけど、はい、その01も毎ラウンドごとに何を書いてるのかな、残ってる点数なのか取った点数なのかとか、うん、まずは記入例をご覧ください。はい、見ていただいた通りですね、台番号と審判戦ったんですね、うん、でこうラウンドロビン表っていうのがね、本当はあるんですよ。へー、ラウンドロビン表っていうのがあって、そこに ID と名前があるんで、そこを書くと、はい、ね、で、まあ、航空後、こう先行後攻、ジャパンは固定なので、先行後攻が負け戦とかじゃないので、例えば西川東だったら東だ西川になると、うん、ね、で3レグ目もしくは5レグ目はもう一回コークをするので、ここは開けておきましょう。あ、はい、で01は、残り点数を書いていく順番に、うんうん、とね、そんな何も難しくないし、相手が投げ、プレイヤーが投げて、まあ、例えば501タツでハットでだから351、うん、やったら351って書く、うん、100点だったら401とか、でバーって削っていったら、例えば何やろうな、じゃあこう101しましょうね、はい、でここが251としましょう、はい、ね、で2本目で上がるでしょ、ブル51とかですね、そうそう、何何の2ですか、2本目で上がったから2やろ、へえ、なの、知らん、分からへんかった、2本目で上がって3やったらあかんやん、そんならここに合計トースっていうのがね、ありますね、お、はい、合計トース見えますか、合計トースのところに、はい、21と2足したら24、23かもしくはこれラウンド、こんなん別にあの教えることでもないけど、28ラウンド目の2本目で上がってるわけから 24-1 で23円、うん、ね、でこの人上がってないから21本でしょ、あ、本当だ、ね、でこのアウトカウントっていうのはここに書いてます、
最終ラウンドにアウトボードセンサーが反応しなかった場合のみチェックしましょうと。ん？だから例えば32点残ってるとするじゃん、残に、はい、でこうペッて投げるじゃん、うん、なんかカツンって言ってアウトってなるじゃん、はい、でもそれが反応しなかったらデータ上は一本どこのアップアップするタイミング絶対違う。あ、カメラ越しの。あ、たまにじゃあ本当に機械にアウトって反応が出ない時のアウト。そう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 。だからアウト、そうそう、無反応だった場合ってことですね。っていうのはここにここね、見てくださいね、うん、ここにスタッツと勝敗っていうことがありますね、うんうんうん、で例えば20こう数字、細かい数字を置いといて23本ですね、ここ23本で0点ですと、残りと。あ、上がったから、はい、うん、だけど、アウト反応があったら22本の計算がここに出るでしょ、うん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 、そういうことが多分あるために、ここは僕は運営側じゃないから、運営する方じゃないので細かいところは分かんないけど、でもそういう誤差をなくすためにこのアウトボード、アウトカウントっていうのを書くということですね、うん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 、はい、でクリケットいきましょうか。これ OK？ 01 OK？ 分からんとこある？ OK。 ここ丸×書くんですよね、こっち丸やからこっち×。あれ？こっち買ったからこっち丸ですよね、はいはい、こっち丸ですよ、丸で、はい、でこっち×ですね、はい、で同じように21本で251と、はい、でスタッツを書くと、はい、いうことですね、はい、でクリケットですね、はい、次がね、クリケットはマーク数と得点って書いてます、うん、もうこれシンプルです。だから20こっちが先行で5本5マーク入れましたと、はいはい、何点ですか？40点です。そうです、40点です。っていうのを書いていくだけ、順番に。で、何もなかったら0って書いて、40点だし。ノーマークですね。そうです。で、次、フォーマークで19入ったら59点だし。っていうのがガーって書いていく。へー。で、これも同じですね。アウトカウントがついてるので、要は最後インブルで上がらな、インブルで上がるところをアウト反応しちゃったりとか。アウト反応せずに、分かる？投げたけど弾かれて、うんうん、反応しなかった、反応しなかった場合はここに1って書くと、もしくは2って書くと、まあ、別に正の字で最後4って書いてもいいし、正の字の方が良さそうですね。この辺はもう好きにしてください。で、同じように勝敗を書いて、うん、とで、スタッツを書くと。で、3レグ目のチョイスは審判が出てって審判を審判出てて審判せなあかんけど、こうマーク数と得点とあります、うん、ね、まあ、僕はゼロの場合はちょっと分かるようにゼロのピッて丸します、うんうんうん、はい、別にしなくても分かるんですけど書き方で。ゼロの場合は同じように得点のところに残り点数を書いていく、うん、で、クリケットの場合は同じようにクリケットとマーク数と、得点を書いていくという形なんで、うん、まあパッと見たら分かるんですけど、うんうんうん、僕はこう分からないならならへんピッて書きますね、うん、はい、であとは一緒です、うんうん、で、まあ丸のペケって書いてスタッツを切ります。3レグ目はこれスタッツだけでいいんですね、書くのチョイス、うん、そうだよ。へえ。で、スコア、ラウンドロビン予選の場合はどうも東田でございます。今更でございます。カメラをこっちに向けないで真面目に喋れなくなっちゃうあはは、どうも東田でございます。見逃せないよ。だからラウンドロビンの場合は、予選スタッツはここまでしか取らないんですよ。だから、今危なかったな、今こっち向けようとしたな、このやろう。ここまでしか取らないんでスタッツだけでいいと、うん、いうことですね。最終レグはある人もいればない人もいてるでしょ、うんうんうん、ストレートの方ないし、うん、レグやったらだから不公平が出ないように、平等に、2レグ目までっていう感じですね。へで、ここに2の1とか、はいはいはい、で、今はそうなんですけど、昔はちゃうかったんやけど、毎回毎試合取ってたんやけど、毎試合取ってないけど、今は、試合テンポを良くするためにそのレグ間のスタッツ取りを基本的にはしない方向だと思います。
で最終試合終わってから確認取って、スタッツ取りをすると、っていう意味わかる？分かってる？ゼロがやりました終わりました二十何棒とか三十何棒って数字が出るじゃん。はい、フルスタッツ。そう。はい、でそれを、毎回見に行って取ってると試合の進行上こう遅くなっちゃうから。確かに前取ってましたね。そう。うん、だからプレイヤーがもう次チェンジボタン押して、うん、次のレグに変更する、うんうん、でその時に一応まあ審判にあの押すねっていう確認を取る、うんうん、で取って、進行していく、うん、なんでここのさっき言った数字スタッツの数字は基本的には終わってから取ることが多いですね。あ、まとめて書くんですね。そう、全部まとまってから書くっていうことが多いです。へー。でここに審判指名と選手名、ここはサインですね。全部確認してもらって、うんうん、数字とかスタッツとかあと勝敗一目置きの勝敗、うん、に、でも予選に関しては、勝敗数の次にスタッツで、うん、ランキングが決まるので、うんうん、スタッツもちゃんとチェックをして例えば33やけど23になってないかとかをチェックして、はいはい、サインを書くということでございます。うーん、はい。で、あとコツ、コツじゃないねんけどポイントで言うとここに東田新って書くでしょ、うん、審判ね。でここ書くときにもうここ書いておくの、うん、これ乗っけたらあかんか乗っけない方がいいかも、はい、ね、そうすると、こう最初のうちってこうバタバタするじゃん、うん、ね、バタバタするから先に書いておくと最後こうバタバタしてないで済むよっていう、うん、いう感じです。で、最初のうちはこうバタバタするんだけど、余裕が多分出てくると思うよ、うん、だからそんなに焦らなくていいです、うん、はい、最初のうちは分からないんでもしあれだったら選手にあのちょっと初めて出るんで、うん、ちょっとバタつくかもしれませんっていうのを一言かけておけばそんなに選手もイライラしないし、はい、でいいと思います、うん、あと何か質問があればお答えいたしますけど。そうですね、うん、たまに、はい、気になることがあるんですけど、はい、あの選手の方がね試合をしていて、はい、例えば3投目、はい、まあ、0安打としましょう、はい、投げました、はい、ダーツが、はい、ブルーらへんに飛んだがすでに刺さっているダーツに当たり、はい、ブル反応があったが、が例えばナンバーでいうと10に刺さった、はい、ちょっと右下に弾かれた、うん、刺さったとこは10やけど反応はブルだった、うん、とかっていう場合はどうなるんですか？あの結果は刺さったとこ優先です。刺さったとこ優先、うん、じゃあその場合は一旦戻して3投目が10になると。そうそう、よくあの投げたがどうしたどうした投げたが反応があったが、はい、例えばブルに反応があったが投げたダーツが落ちてしまった、うん、とかはこれは、反応優先。それは反応優先、うん、でもう一個、はい、1投目、2投目、例えばブル入ります、うん、3投目投げたか、うん、これ好きかもしれない。好きなの意味が分からない。好きじゃない。3投目投げたが、3投目投げたがブルに入りましたが、入りましたがすでに刺さっていた2本のうちのどちらか1本が落ちました。はい、はどうなるんですか？どこ反応優先だって生きてんどこがどう好きなの？その好きの話をしてくれここが好きですっていう会話をしてくれ。投げたがっていうのが考えながら喋ってたからイントネーションが面白くて。いやいや違う違う、好きのポイントを教えてるけど、だからそこのイントネーションがちょっとハマってしまうはいはい、その以上です。はそういうことですね。そうです、刺さってる場合は刺さったところが優先で刺さってない場合は反応が優先です。さっきの話で言うと1投目2本目ブル入ってて3本目投げてあからさまにブルに行ってるけど弾かれてアウト反応とバッタバッタ場合はアウト反応を優先されるのでノーカウントになります、うんうん、はい、難しいですね。難しいです。難しい、難しくない。
まあね、いつどんな状況でそういうことが起こるかね。この間私も一人で練習してたと、一人で練習してた時やからいいんですけど、うん、4ぐらいに入ってたんですよ、すでに入ってた2頭が、うん、で、多分同じように飛んでったんですよ、うん、でもうまいこと当たってそのままブルに入ったんですよ、うん、だけど反応は4やったんですよ、うん、あれこれってどっちなんやろってその時にふと思って。ジャパンだとブルが優先するんですね、刺さったところ。ただ、地域のリーグ戦によっては反応を優先される場合とか、あと今、オンラインでリーグをやったりとか、オンラインが増えていってるんですけど、その場合は、まあ、ボードが映ってる場合もあれば映ってない場合もあるやろうから、その辺少し多分シビアにその地域によって違うでしょうけど、反応を優先される場合もあるとは思う。だから場所によってそのリーグ戦の種類とか、うん、試合の母体のによって多分変わることもあるとは思います、ね、ただそういう時のトラブルのために審判がいてると。あ、はい、後から修正することないんですけど、うん、そうなった時に、例えば全部一回消さないと、うん、試合が再開できないっていう時にちゃんとスコアを書くことによって、うん、円滑にというか試合が進行できるように審判がいてて、そういうジャッジ審判なんで、ね、そういう判断を適切にできるように、でそれでもできない場合は運営の、方を呼んで、うんうん、ルールを再確認するという形かなと思いますね。うん、なんかちょっと気になったんですけど、はい、実際試合中に、うん、こう たまにあると思う、あるかと思うんですけど、うん、ダーツの機械がこうフリーズしてしまったと、うんうん、あるある、そういう時はもうそのやり直しというか、またこのスコアをもとに、そうだと思います。あの基本的にはそうです。うん、僕も結構前やけど 4,5 年前かな、うん、ジャパンで、フリーズしてしまって、うん、かつクリケットで10何ラウンドやったとやって、だけどもう、ほぼ僕は負けてる状態やったけど、うん、あと何ラウンドかにかけたかったから、うんうん、全部戻してくださいって点数合わせて、うん、マークス合わせて、うん、あっても戻したこともあるし、うん、でどうしてもまあ、例えば少しタイミングがずれてフリーズもしくはマシンが落ちてしまった、落ちて電源ごとポンと落ちてしまったとか、うん、でどうしてもその照らし合わせでうまくいかない場合は、うん、多分両者協議の上、試合を再開すると、もちろんジャパンの事務局の方が間に入るとは思うけど、あもう一からやり直し、一からやり直すこともあると思う。まあレグに関してはね分かってるけど、それが1試合目の例えば上がる上がれへんのギリギリのラインで、うん、なんかこうちょうど選手が隠れてて、うん、その1ラウンドちょっと遅れて審判がかけてなかったとかで、うん、はっきりしない場合とか、まあ、まあ仮にあったらね、うん、多分そういう対応はするんじゃないかなと思うけど、まあ、事務局じゃの人じゃないから、うん、その 100% 言い切れない部分もあるけど、まあ、そこは両者、スポーツマンシップにのっとって、気持ちよく試合するのが一番いいと。ある意味選手側もその時対戦している側も、まあ、気持ちいい審判の方が、まあ、見えるような立ち位置で待機するとか、そう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 、気持ちよくできる部分も、うん、まあ、今後はそのジャパンがどういう形式でやっていくかわからないけど、基本的に審判はもちろんジャッジメントじゃないけど、そういうスコアを記録したりとか、うん、試合の進行をしていくんだけど、ここにサインがある、選手名にサインを書かないっていう、いわ、サインを書かないといけないってことは、基本的に選手にも責任があると思ってた方がいい、うん、そういうことですね。そう、うん、そこを、いや、あの審判がっていうんじゃなくて、うんうん、自分がちゃんとチェックしてちゃんとルールを把握した上で出てサインをするっていうのがもうジャパンとしてのルールだと思ってるんで、僕は、ね、特にそこは審判に選手するんじゃなくて、ちゃんと責任を持って試合に出てくださいというのが僕からのアドバイスです。はい。はい。ライセンスを取りました上ですね。なんでなんで。なんでだいぶ最後綺麗に、真面目な話でまとまったなと思ってるな。閉めて。閉めて。まあそうですね。みんな一定の基準を迎えた上での。プロライセンス資格を持ってるっていうものですからね、スポーツっていうものですし、まあ、みんなで気持ちよくダーツをする上ではプレイもそうですけど審判をやることも
ちろん大切なんだよっていうことでよろしいでしょうか。ということで、ちょっと寝てるやん。すげえ寝た。どんな夢見たんですか。すげえ寝た。カット。はい、じゃあね。今絶対絶対ピーって入れますからね、カットしてなくても。ピーって言うと思って言うとんねんかった。ほんま入れへんかったらバーンやバーン。しんさんのチャンネルやもん。え、こっち、うちのチャンネルですか。私のチャンネル。うわー、怖いわー、東田しんさん。ということで、はい、今回の動画はこんな感じでございます。一つ私も勉強になりました。ありがとうございます。はい、はい、次回の動画もお楽しみに。また見てね。完璧や。予想してた。はい、終わり。